皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土パフォーマンスです。今回はボンド名古屋からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして今回紹介する車がこちら。はい、やってまいりました。やってまいりました。超絶人気車種、現行ゲネンデ。はい、はい、でも意外とこの色少ないくない？確かに。ただ時々見かけます。あれだ、ボディで一回ね、はい、取り上げてね、はい、ただもう走ってるのは見たことないです、水色。本当？ないよね。ないです。カメラマンと一緒にもう常に行動しますけど、走ってるのは多分見たことないと思うんですよ。そうだね。視点でお預かりしてるのは何とか見たことあるんですけど、はい、もうご存知の方は多いと思うんですけど、はい、400D のマニュファクトゥアエディション。マヌファクトゥアエディション。間違いないです。はい、失礼しました。はい。はい、ちょっとあのネイティブじゃない。はい。で今回これをカスタマイズしてる、はい、しました。これ僕さっき聞いて驚いたんですけど、はい、マヌファクトゥアエディションってもう最初からだいぶかっこいいんですね。そう、もともともうだからベンツマークが黒いってずるくないですか。もう一昔前じゃ考えられないよね。そこは塗っちゃいかんでしょう。自分家のエンブレム黒く塗っちゃうんだみたいな。確かにね。だからもうこの辺も何にも手を加えてないんですよね。はい、何にも。そうです、はい、このブラックアウト系はほぼやってないです。で今回あの紹介させていただきますけれども、もう究極ちょっと手数が少ないって言っても過言じゃないかなっていうぐらい、うんうんうん、本当にポイントポイントでしか触ってない。そうね、ゲレンデってなんだかんだやってなくてもやってるもんね。確かに、うん、はい、だからここ黒くしましょう、あそこ黒くしましょうっていうのを、まあ、スタンダード的に僕らやるじゃない。まあ、もちろんあえてやらないっていうパターンもあるけど、それも最初からやられちゃってるんで。そうですよね、この仕事がない。うん、はい、本当にヘッドライトだってこのナイトパッケージが黒くなってて、これも黒くなってて、はい、なんてことをしてくれてんだと、はい、ただこのボディカラーとか、はい、このツートンとかっていうのはやっぱりこう最初選ぶのにかなり重要じゃないかなっていう、うん、そうだね。そこをどこをスタート地点にするかで、はい、だいぶ仕上がりが変わってくる。変わってくると思います。でこの水色がまたいいじゃないですか。ソリッドなんですね、これ。そう、だから今、まあ、ヨーロッパ名はチャイナブルーなのかな、国内名はプロフェッショナルブルーなのかな。そうなんですか。多分、なるほど、多分、うん、これだからメタリックもパールも入ってない、入ってない、本当に純粋な水色、うん、ポリバケツみたいな、可愛いよね、可愛いんですよ、はい、はい、車可愛くないですか、車可愛くない、金額も、うん、はい、でそんな車を今回前回りからまず行くと、はい、やってまいりました、超絶人気アイテム、定番だねもうね、本当に、って言いますけど、うん、結構な値段じゃないですか、そうなのよ、それをもう皆さんこの勢いで取り付けされて。ね、はい、もうなんかつけてない車ないんじゃないかこの世の中にっていうぐらいつけてるよね。でも本当に何回も紹介させていただいてますけど、このフィッティングとデザインって発明じゃないですか、うん、そうね、いい塩梅な感じになってますね。さすがなんかメルセデスチューナーブラバスって感じですよね。そうだね、もう純正オプションのような、外さないよね、うん、で今回はこの端っこの BMAC、これはあえてありなんですね。そう、あのね、基本的に、まあ、これ賛否両論もちろん考え方もいろいろあると思うんですが、僕は絶対残したい。あ、残したい派なんですか。残したい。え、なんか飯村さんって言ったら埋めてるイメージ。いや、なんかほらコピーが存在するじゃん、このリップっていまだに、はい、でやっぱりそのコピーじゃないっていうところを、あ、なるほど、主張したい。はいはいはい、ちゃんと本物、はい、まあ、もちろんその、ね、はい、埋めてても、はい、あの本物のものは本物なんだけど、やっぱりそこはちゃんとメーカーの意思を尊重してそのままつけたいかな。まあ、うちで つけてるも全部 100% 本物、 100% 本物、はいはい、まあ、だから埋めたからってなんだってわけじゃないですけど、そうそうそう、確かに本物度はあった方が高いかな。そうそうそう、ただちょっとこの点灯するのは青じゃないですか、うん、で今回こう水色と合ってるんで、うん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 、いいんですけど、結構青、っていう人もいるんで。そう、ね、だから贅沢言えばこう白く光ったりできれば、うん、なよかった。あれ最初だけ青じゃなかったっけ。あ、そうなんですか。で白になるんじゃなかったっけ。あれエンジンかけて、みんな今視線が今うん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 って言ってる。あ、逆でした、ね、逆でした。はい、はいはい、まあ、とにかくちょっとその辺もあったりとかね、うん、はい、これが今回装着されて、はい、はい、待ってます。そしてあとは横行きましょうか。行きますか、行っちゃいますか。ちょっと飯村さんの出しちゃうのこれ。やってまいりました。はい、はい、ホイールが HRE やってまいりました。これはもうさっきも言ってましたけど、
もう2021年、はいはい、1の傑作ですか。はいはい、これをまあ持ってくるかと。そうなのよ、正直思いました。本当にだ、今回そのオーナーさんのお話をちょっとすると、まあ何台か持ってて全部ホイール履いてて、でその中で、はい、ボンドチャンネルでもご紹介ご紹介してる車たちのオーナーさんで、だからその普通じゃ満足がしてもらえないっていうまずハードルがあって、はい、でその中でやっぱりそのちょっと変わった感じにしたい、だけど63じゃないからキャリパーもあんま見えない方がいいっていうわがままもうただのわがままなリクエストがあって、でどうしようかこうしようかって話してて、でまあね、ここのとこ最近はクラシックとかヴィンテージとかね、そういうホイール系を最新の車に入れるっていうのをやってるんで、まあこれしかないかなっていうところで HRE の501 24インチにしました。これ最近この HRE のヴィンテージをはじめ、各メーカーちょっとクラシックなホイールをなんかちょっとギャップを持たせて測る、そうだからっていうのをすっごいアメリカ来てますよね。来てる。だから HRE も今回新作出したじゃん、2作、はいはい、で一つはもうモロヴィンテージなシリーズのワンピース、でもう一つは540シリーズなんでちょっとクラシック寄りのリムディープリムの3ピースっていう、その2つを出してきてるんで、まあちょっと HR 寄せてきてんなっていう俺に俺に寄せてきてんなっていう。でも本当にいろんなアメリカのショップとかの見てても、うん、ウルスにちょっとこうディッシュのホイール入れたりとか、そうね、えってこう一瞬思う組み合わせ、うん、で王道のかっこよさじゃなくて、うん、服で言ったらちょっと着崩した方の、そうだね、はい、やり方で来てるっていうのがすごく僕も感じました、はい、だからそこに来てこれだから、うん、もうだから飯村さん見てるものも大体僕把握してますだからこれをだから単純に履かせても、はい、ちょっとこれ狙ってやってんのか、はい、たまたまなのか、はあ、それとも変わったこう趣味思考なのかって、だからなんかね難しいじゃないですか。難しいのよ。必ずしもこの車にこのホイール持ってきたらこうはなるかっていうとそうじゃないから、非常にバランスを見てそうなんですよね、やっていくっていうのはすげえ重要。だからさっきのその着崩した話でいくと、うん、一歩間違えたらただのだらしない人じゃないですか。そうね、だからそれをあえてやってますよっていうのを出すのは非常に重要だな。だそれ今回ちょっとこのタイヤチョイスが本当に絶妙だなと思って、はい、絶妙でしょうこれまた、はい、びっくりしましたね。ニヤニヤしちゃうよねタイヤ見てるだけで、はい、でちょっとサイズから振り返ると24なんですよ。24です。でもゲレンデ限界サイズ、はい、はい、限界サイズで、あえてのこの厚みのあるタイヤなんですね。そう、今までというとあれなんだけど、まあ、今まで24インチ履いてるゲレンデは多分ほぼほぼブレデステインの295/30/24なんだけど、まあ、それはもちろんそれしかないですよって僕らも、まあ、僕も含めて、タイヤのマッチングはそれで取ってたんだけど、何あんじゃんヨーロッパにみたいなのに気づいてしまいまして、今回295/30/24のコンチ6をつけております。だからこれ24インチ履いてる方とか、うん、もしくはそのショップ関係者は、うん、えっていう、あ、思ってると思うね。間違いない。その手あるのっていう、そのぐらいちょっとこう、ね、マニアックな選択ですけど、そうそうなの。だからやっぱりその外径小さくなっちゃうと、この手の車ってこうちょっとねアンバランスな部分が出ちゃうんで、できれば外径は大きくしたいっていうところでこのタイヤがドンピシャだったんで、はめてみたらめちゃめちゃ良かったっていう。ちなみにその24インチベルゼスペインで履くとちっちゃくなっちゃうんですか。外径はちっちゃくなっちゃう、ちょっと、あ、若干ちっちゃくなっちゃう、若干ちっちゃいな。じゃあそれに合わせてローダウンとか、うん、エアロとかがないと、そうよく言ってるその馬車感が、そうだからワイドスターでボーンつって幅が広がってちょっとなで型になって車高が落ちててっていうんだったらこうすごい溶け込む感じがするんだけど、やっぱりノーマルフェンダーであのサイズになっちゃうと少しねやっぱりねアンバランスな部分が出ちゃうんで、確かにちょっと貧弱な感じないんですよね、ちゃんと厚みが取れる。そうなん
そうでこの隙間も適正なんですよ。そうなのよ、はい、タイヤも丸くてちょっと可愛いじゃない、うん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 、ブレゼ繊維も悪くないんだけどちょっとこうく薄くてカクカクみたいな、だより外径が小さく見えちゃう、はい、これ重要ですね。そこ重要、本当重要で本当にホイールのインチと、うん、タイヤの厚さと、うん、車高って、うん、これ極めるともうこれだけでかっこいいなっていう、かっこいいよね、はい、かっこいい思いました。はい、で今回はフィニッシュはこれ、うん、ディスクがサテンブラックのグロスブラックリムで、センターキャップはビレットセンターキャップにして、でチャイナブルーの、縁取りをボンドボディで入れてもらってます。これ後から塗り替えてるんですね、うん、じゃあなるほど。これはあえてツヤありとツヤなしで、そうね、こう立体感というかメリハリを持たせつつ、うん、だから正直そのオーナーからは白がいいんじゃないかとか、え、すげえチャレンジャーな一言があったりしたんだけど、はい、正直、はい、まあ、ゲレンデに50124っていう時点で相当ドキドキしてたわけ、はい、自分的には、はい、もちろんフォトショップで作ったよ、はい、作ったけど、はい、それでもちょっと怖い部分あるじゃん実際。確かに確かに。だから、まあ、今回は黒系がいいかなと思って、それはもう却下。白もちょっと見てみたい気がしますけど、うん、ちょっとさらにちょっとマニアックすぎて、そう、ね、もう狙ってやってるのが少し分かりづらくなっちゃうかなっていう気はします、ね、確かに。でこのマットにしたのが本当に絶妙だなと思いました、うんはいうん、他が全部グロスじゃないですか、屋根もミラーもベンダーとかも、ここで全部グロスでもいいんですけど、ちょっと面積でっかいから。そうだね、はい、そう面積がでかいからね、なんせでかい24が。であとはもう当然飯村さんセッティングですから、はい、もうゲレンデでもバチバチのデズラと、はい、あとオーナー様がバチバチじゃないと許してくれないんですよ。許してくれない、なんか当たらないと物足りないみたいな、ちょっとね M 気がある方なんで、当然もうバチバチのデズラで、はい、で車高が今回だいぶ下がってますね。はい、50ミリダウンしてます。これがスプリングで、スプリングで下がってるってことで、はい、50ミリダウンのスプリングもあるんですね。あります、ファーストさんのオリジナルのダウンサスを今回は僕の中でやっぱりその一体感、タイヤホイールでかい、タイヤも厚いで、フェンダーとの隙間があるっていうよりは、できるだけ車は車高は下げてこうなんか塊みたいな状態にしたかったんで、今回はいつもの IID の 30mm ダウンじゃなくて 50mm 下がるダウンサスに変えてます。なるほど、はい、かなり隙間がノーマル車高から比べると狭くなってると。そうね、外径も上がってるんで余計に、いや本当にこれそうきたかっていうのはかなりこう、うん、来てる人は来てると思う、来てる人は来てると思う、はい、うん、僕はかなりこうきたかと思いました特に他のなんかもうインスタとかで海外のショップとかの見てた流れで、はい、うん、ボンド名前からこの流れのものが出てくるのか、うん、はい、そうだね、やっぱり HR 自体も今回そのゲレンデに24インチで501を作るっていうのは初めてだったらしくて、プログラミングからやってくれるっていうことで、まあやってもらった甲斐があるんじゃないかなと思います。でリムはできるだけ取らない、よくやってるように、リムはできるだけ取らない、もっとリム取れるのに、うん、あえて取らないで、そうで、はい、コンケーブさせて、うん、まあその最新の車でクラシックなデザインだけど最新のディティールみたいな感じの仕上げになってます。これはちょっとマニアックだけど本当にちょっと最先端を行ってるなって、うん、いや悔しいけどそう思いました、はい、なかなかね、はい、こう発想がね、まあ、あとチャレンジと、そうですね、まあ、お客さんがやっていいよって言ってくれたから、はい、それ一番ありがたいですね。そうやれたわけで、これでお客さん受け入れてもらえなかったらね、できないし、発想があっても、こんなこだわりの足元なんて、はい、そしてサイドステップも、はい、これはここだけはね、あのマヌファクチュアでも残っちゃってるんで、いつものラッピングとプロテクションフィルム。でも逆にこのスタイルマーク黒くするんだったらここも一緒に色とかしてくれ、そうだからこれ黒いステップ出たら、はい、マジで仕事なくなるよ、ね、確かに、うん、まあ、一応この辺もラッピングですよねラッピングです、はい、耐久性もありつつ、はい、しっかり黒くできる、はい、やってます。であとはもう飯村さんといえばというか、はいはい、もう最近のもう僕の周りはみんなクリアガラスなんで、はい、クリアガラス、はい、これまた中がこれマヌファクトゥーは漏れなく白じゃないですよね、選べますよね、なんか選べるですよね、黒とか
ですよね。あるね、うん、でこの水色からの内装白を選ぶそのセンスも、うんはい、そしてそれを見せちゃうこのクリアガラスもいいよね。これなかなかできないなっていう。なかなか、はい、本当でも見せたいですよね。見せたい、はい、やっぱりこうね並んでるガラスがさ、ここからこっちは黒っていうのはどうしてもこう違和感。だ実用性で言ったら圧倒的にやっぱりスモークじゃないですか実用性で言ったらね。ただおしゃれは丸見えだからね。何入ってんだろうみたいな。おしゃれは我慢なんで、うんまあ、この辺なんかしっかりやる爽やかな感じ、はい、であともう飯村さんって言ったら当然なんですけど、はい、もうあの飯村さん触る車のこのバイザーの内率、あほぼ 100% そうだ、片っ端から取ってってるからねついしたらやっぱりそこも実用性で言ったら、はい、もうついてるこうしたことないですけど、うん、やっぱりおしゃれかどうかって言ったら多少ちょっとやっぱりやぼったいじゃないですか。やぼったいし、バイザーって日本の文化じゃん。そうなんですよね。そうだからヨーロッパ車でオプションでバイザーあるけど、バイザーはあれ本国から飛んでくるんじゃなくて日本の会社がバイザー作ってるから。そうなんですよね。そう、だからその部分で言うとなんかあえて日本感を出すようななんか仕上がり方をするんだったら、まあ、ああいうのはねもうザ・ジャパンって感じだからいいけど、やっぱりない方がいい、まあ、おしゃれ度を極めるんであればもうここで我慢してくださいって感じまあ確かに、うん、そんな感じになる、はい、そしてあと後ろはこれ、はい、サイズ自体は投資じゃないですか、ね、そうあのね、今回のタイヤは、はい295しかないのよ、はい、なので、はい投資で履いてます。タイヤは投資なんですか。タイヤ投資、ホイールも、オフセット違い。あなるほど、うん、で幅一緒でオフセットだけ変えてる感じ。デズラがつらつらになるように、うん、マルヒオフセットで履かしてると、はい、履かします、はい、これはちょっとあの僕もやられたと思いました、はい、やられたと思いました、はいはい、すげえなと思いました。やりました、はい、やってやりました。いやもうこれかあと何でした9何でしたっけ、ああ935ね。あ935、うんはいうん、どっちかだなと思って、うん、作ってくるなら、うんはい、935もね車選ぶよね。選びます、ねうん、でも最近すごいじゃないですか。すごい勢いも勢いで、それだけちょっとこう最先端の車作ってるショップとか、うんはいうん、アメリカのショップとか、うん、あとそういうのに敏感な人たちが、うんうん選ぶんだなって。そうやらないでほしいんだよね俺がやる前にやらないでほしいんだよね本当に。いやもう今回の僕 の, あの飯村さんのテンションで、はい、もうお客さんより一番飯村さんが喜んでるんじゃないかなっていう確かに、はい、確かにちょっとね超えちゃってるかもしれない、はいうん、ちょっとコメント欄も若干プチ炎上しそうですけどやっぱりでもそこってなんかこう自己満足、お客様の自己満足でもあるし、うんはい、やっぱりその僕ら作り手のまあ多少そう、はい、やっぱりその僕らみたいに何だろう ある意味慣れちゃってる人間がテンション上がるっていうのはやっぱ重要だよ ね, そうですね重要すごく、はい、あとはやっぱりお客さん との この信頼関係のもとをこうやらせていただけるっていうのは本当すごくありがたいなっていう。でもちろんこれを本当にいいじゃんかっこいいじゃんって思ってくれる方はまた別のものを提案したりとかっていうのも、うん、そうだからねアップデートしたい、うん、なんかこう今回これやったからじゃあ次も同じっていうんじゃなくて、ね、まあどっちが上とかどっちが下とかじゃなくてなんか違うものをもっともっとだからよく言ってますよね飯村さんも。だからこれ見て同じくしたいっていう問い合わせもすごく嬉しいんだけど、うん、どうせだったらもっと違うアプローチでまた別のものをやってみたいと。そうというわけでそんなお問い合わせ、はい、ぜひもうだから普通のかっこいいじゃ満足できない人はもうぜひ飯村さんにお問い合わせいただければ、はい、本当に手数じゃないですもんね。そうだね、はい、そうそうそうさじ加減でいろいろなかっこよさ表現できると思います、はい、ぜひボンド名古屋にお問い合わせください、はい、ボンドチャンネルチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。